AFC アジアカップ2011。AFC アジアカップ2011は2011年1月7日から1月29日にかけてカタールで開催された第15回目の AFC アジアカップである。予選を含む参加国数は25、本大会出場は16カ国。開催地としてカタールの他にインドとイランが立候補を表明した。 オーストラリアも立候補を検討していたものの断念した。その後カタールが正式に立候補を届け出たのに対し、インドは自体、イランも期限内に手続きを行わなかったため、実質的にカタールのみの届け出となった。2007年7月29日にインドネシア・ジャカルタにて AFC アジアカップ2007の決勝戦開催の日に合わせて、 2011年のアジアカップ開催地をカタールとすることが告知された。また、国際サッカー連盟、FIFA が大陸連盟による大会は1月か7月に開催するものと定めていたため、中東における夏季の高温な気候を避けることから、開催を1月とすることになった。予選免除が6チーム、開催国、前回大会上位3チーム。 AFC チャレンジカップ2010分の2008優勝チームとなったため予選では10チームを選出した最終予選は4チームずつ5組に分かれての総当たり戦で行われ各組上位2チームが本大会出場権を得た出場選手は AFC アジアカップ2011参加チームを参照日本が史上最多となる4回目の優勝を果たし2013年に ブラジルで開催される FIFA ァコンフェデレーションズカップ2013への出場権を獲得した。日本はアルベルトザッケローニが新監督として就任したばかりだったこともあり、前年の 2010FIFA ワールドカップに出場したメンバーを軸に経験の浅い若手を加えたチームで出場。大会序盤はなかなか調子が上がらず、途中で松井大介、香川真嗣といった 主力選手が怪我で離脱するというアクシデントに見舞われながらも、準々決勝で開催国カタールに3-2で、逆転勝利を収める、準決勝では韓国に PK 戦までもつれる接戦を勝ち抜き決勝進出を果たす。決勝戦では延長後半4分に、リ忠タダ・アキラが代表初ゴールとなる、ボレーシュートを決めて、オーストラリアを1-0で破った。その一方で、 サウジアラビアやイランなどを要する西アジア勢は苦戦を強いられ特に前回大会準優勝で大会前まで日本やイランと並んで最多3回の優勝を誇るサウジアラビアはグループリーグでシリア、ヨルダンに連敗を喫してグループリーグ敗退決定一番乗りとなった上に最終戦でも日本に大敗し3連敗という結果に終わった。 また、2010年のガルフカップ王者で1980年大会優勝のクウェート、2004年大会で4位に入ったバーレーン、1996年大会で準優勝となった UAE といった実績のある中東の強豪国も揃ってグループリーグで敗退。決勝トーナメントにはカタール、ヨルダン、イラン、前回王者イラクが残ったもののいずれも準々決勝で敗退し、 ベスト4に西アジア勢が一つも残らなかったのは大会史上初めてとなったかつて AFC に所属していたイスラエルを含む本大会より AFC 所属の FIFA ランキング開国によって争われる AFC チャレンジカップの優勝国にアジアカップの出場権が与えられることになり2008年大会優勝のインドと2010年大会優勝の北朝がそれぞれこの枠で出場した インドはバーレーンから2得点、韓国から1得点を奪うなど検討を見せたものの、結局3試合で13失点を喫して3連敗。前年には W 敗出場を果たして世界を驚かせた北朝鮮もこの大会では無得点で12敗のグループリーグ敗退に終わり、揃って結果を残すことはできなかった。グループリーグの1試合平均観客数は約1 2 0人で、 アジアサッカー連盟に記録が残る1992年、広島大会以降では2000年のレバノン大会の約1900人に、次低調査になった。チケットの売れ行き自体は順調で、完売となった試合も多かったが、その多くが企業向けに販売され、実際には使用されなかったとみられる。準々決勝のイラン VS 韓国では、スタジアム周辺で、 別の観戦客から余った入場券を購入しようとした日本人観戦客がダフ屋行為の疑いとしてスタジアムの警備員に逮捕される事例が発生組織委員会が正規料金での入場券の個人売買は違法ではないと声明を発表する事態となったまた決勝戦では正規の入場券を持った多数の観客が入場できないトラブルが発生組織委員会が 入場できなかった観戦客は約3000人いたが、実際には約700席しか空席がなかったと発表し、観戦できなかった観客全員にチケット代を払い戻すなど、チケットに関するトラブルが相次いだ。準決勝2試合の入場券売り上げの全額は、洪水被害に遭ったオーストラリア、スリランカ、タイに寄付された。ドーハ、その隣のアルラーヤン領都市ともに、 砂漠気候で5月から9月の平均気温は40度を超える。大会開催期間中の1月のドーハの平均最高気温は22度で、平均最低気温は12.5度、降水量は1 2 5ト、mm、ル、現地時間の標準時はアトックプラス3。組み合わせ抽選は2010年4月23日、カタールのドーハのアスパイアドームで行われた。抽選は、 AFC 公式 HP 上で生中継された。抽選方法は以下の通りである。残りのチームは全大会の予選及び本大会での最終ランキングをもとに振り分けられた。に分けて抽選を行う。手順は以下の通りである。4チームずつの4グループに分かれて一順の総当たり戦を行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。 二チーム以上が勝ち点で並んだ場合、以下の順に評価を行い順位を決定する。ノックアウト方式で行われ、90分で勝敗が決しない場合は30分の延長戦。ゴールデンゴール方式やシルバーゴール方式でないが行われ、さらに勝敗が決しない場合は、PK 戦によって勝者を決す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。